行くよ。はい、この度は鉄筋彫刻30周年、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。30周年30周年って言うんですけど、うん、4年前もやりましたよね、30周年いや実はね、なんかもう毎年がアニバーサリーみたいな感じで4年前はアート活動をスタートして、うん、34年ということで、うん、今回は鉄筋だけですね、うん、ちょうど1993年県民会館ができた年でした。はいはい、そのことはちょっと後でまた伺いたいと思いますけど、うん、はい、その前に、まあ、なぜこういう場になったかということですけど、そうですね、私は徳本さんとはもう45、6年、はい、ね、半世紀近いお付き合いでして、ね、その間の、ね、徳本さんの、まあ、進化というか、さまざまなことを手掛けてこられたのを拝見してきているわけですけれども、はいはい、あれですかね、徳本さんって最初出会ったのはスペースっていうタウンシップを、ね、作ってる時に、あれが一つのきっかけでしたね、うん、私は東京から原稿を最初は送っていただけで、うん、まあ、その後鳥取帰ってきて編集も始めるんですけど、うん、徳本さんは鳥大の学生さんでした。そう、ね、当時は僕はあれね、スペースに関しては、まあ、大学出てから東京から逆に東京大学みたいに何回か、うん、記事を送ってる。そうでしたね、はい、うん、アート系のね、うん、でまずなぜその工学部出身の徳本さんが途中で、まあ、自主退学、自主卒業して、うん、その東京に行こうということを決意されたんですかね。なんかピカソがどうした、マティスがどうしたって話をするから、で僕もちょっとそれについていきたいなと思って、はい、図書館で美術コーナーの本を読むようになって、はい、うん、片っ端からそう読みなさった、うん、いや俺はもうちゃんと勉強したいと思ったアート、うん、しかもなんかね、版画っていうことがあったんですよ。あ、なんか特化してたんですよ。記念切手集めるの趣味だって言われてましたよね。小学校5年生からなんか切手集めを友達とし、まあ、競うようになってて、当時5円とか10円でしたから。そうでした、うん、安かった、はい、ね、って俺もお小遣いで何本もかけて、つまり版画ですよね、あれだってね。でその中で、うん、すげえなって思っていた、うん、アートだなと思ったのが北斎の波の、あ、有名な、はい、浮世絵シリーズがあったんですよ、はいはい、あれが僕の宝物だったんですよ、こんな小さいのどうやって描いたんだろうと思うわけですよ、うんうん、ね、その当時版画っていう知識もないし、うん、で本当にあれが宝物で今も実は持ってる。ああそうですか、はい、そういうきっかけをつかめたっていうことはすごく幸せですよね、うん、お互いに、ね、それで人生やってこれたっていうのはね、だから、うん、そこを中心というかきっかけにいろんな、またいろんなものに自分の知識経験が広がってきますからね、うんうん、でね、うん、今回、まあ、鉄筋彫刻30周年記念ということで、はい、ギャラリースワーさんで展覧会が開かれているわけですけど、拝見したらポスターの作品が甘いじゃないですか、30年前の。これは今回その趣旨として、うん、まあ、僕の作品を見ていたことはほぼ毎年ここは鳥取ジャズで、うんうん、ある程度のことはやってるので、はい、感謝の気持ち、そして30年この鉄筋をやってきた報告会という意味があって、うん、ね、で特にお世話になった方々にそのお礼という気持ちが非常に僕は出したいなと思って、本当にこの時代こういうポスターとかをいっぱい仕事として依頼をしていただいて、でそこで自分の知恵も出し、でちゃんとそれは仕事でビジネスライブでやらせていただいたのでっていう、そういう思いで、で、まあ、ちょっと一回出してみようと思って持ってきたんですけど、うん、いっぱいあるんですよ、うん、お二人がね、ずっともう途切れることなく喋ってるからどこで切っていいかわからないね、私の編集が。こんな今ね30分来ました、はい、これからまだ1時間半喋ります。今のままで1時間半なんだな。あと取り直接切るけどずっと続いてるから。まだ3分の1くらい、3分の1だよ、まだ。ちょっとじゃあここから駆け足で、じゃあ駆け足でいきましょうかね。
ニューヨークで展覧会、うん、その時は木版画の展覧会だったんですよ、うん、東京で10年頑張っていろんな展覧会出してた時にニューヨークでやってみないって声をかけてくれたギャラリーがあって、徳光君は30万で1週間できるんだけどどうって言われて、うん、で聞いたことないギャラリーだったんで、うん、神戸の方だったんだけど、1週間30万当時銀座でも100万円かかった時代だったんですよ、うん、1週間、それがニューヨークで30万でできるんだったら、うん、これは乗る手だなと思って、うん、本当ですかって言って、うん、で今決断したら、2年後だって言われて、うん、それもなんか怪しいなと思って、2年後なんて、30万でニューヨークの個展の夢が見られるだけでもいいんじゃないかって、うん、でもそのために僕仕事しながら仕事の後に英会話に通ったり1ヶ月、なんか、半年ぐらいだったかな、まあそういうことでニューヨークでは僕はなんか抽象的なカラフルなやつ、ほら、なんかそのニューヨークの木版画展はボロクソに言われて、うん、ああ、まあでもそのそのジャズクラブに入って、徳光さんはそのジャズメンをその場にあったなんかナプキン、紙ナプキンかなんかにこうスケッチ始めたら、それがこう改元っていうのかな、改元。そう、俺今こんなニューヨークにいるのに、なんでこんな焦燥感なのって挫折感、コーヒー飲みながら、原点ですね、あそこは。でもそれがあったことがバネになって、ジャズを聴いた時に、本当に帰る前の無名な人の演奏を聴いた時に、ボーンと肩を叩かれた、という思い、つまり原点に帰れみたいな風に聞こえて、でそのスケッチ、ナプキンに書いたスケッチが原点で、ずっとそれから続けた。ジャズとの出会い、あ、だから、ね、要所要所そういう挫折感がいっぱいありますね、うん、なるほどね。その後のなんか経済的挫折なんかも頻繁でしたしね、うん、ジェレミー・スタイルさんっていう ね図書館亡くなりましたけど、うん、有名なジャズのフルーティストっていうんですか、フルート奏者がいましたけど、はい、彼とコラボされて茅ヶ崎で、その後鳥取にジェレミーさん来られて、はい、でいい機会だっていうんで、私が図書館にいたもんですから、図書館長だったもんですから、そうだから僕それを西尾さんにねお話しした時に、ぜひ、ね、ギャラリーコンサート、いや、あれが14年ぐらい前ですよ、ね、あれもだから西尾さんでなければ受けていただけなかったと。そしてその翌年から鳥取ジャズが始まるわけですよね。そうですね、あ、そうそう、菊池卑弥呼さん、いや、だからまたそれもユミクさんという人方との出会いがある、ジャズと合わせてギャラリーショーではこのアートをっていうものに焦点を当てた、ジャズの世界も、だから僕にとってはユミクさんに出会ってからのまた自分の活動が大きく変わったと思いますね、僕がこの30年鳥取でこんだけジャズ見てきたわけで、ファイペニーズっていう店があったこととか、卑弥呼さんのこととか、ね、まあ、ローカルなのにちゃんと東京で聴いてもおかしくないぐらいのものがここにもあった、まあ、東京から来たりしてるわけだけども、ちゃんと鳥取のプレーヤーって素晴らしいと思うし、まあ、そういう人たちがいたってことだ。徳光さんがね、ご自分のポリシーとして言われるローカルからグローバルっていう、はい、まあ、これはもうよく言われることだと思いますけど、アートだけじゃなくってもうみんなそうじゃないですかね、うん、今鉄だけに金属50年目指して頑張ってくださいね金属疲労して折れないで、ね、はい、金属疲労は起こさないでじゃあお後がよろしいよ、お後がよろしいということでした。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ブルーノとかありましたから、はい、もう夜な夜な点々と、今日はここ、明日はここ、ジャズクラブ、3週間毎日、今ももう覚えてますけど、ジャズ以上にすごかったっていうのは僕の思い出は、ボトムラインっていうので、
いろんなもっともっと広いあのポップス系もやるような、もちろん徐々にやるし、そこでジャニースヤンキーなんですよ。おお、17歳とかね、ジェシーとかね、もう声聞いた時本物ですから。僕ら散々フォークの時代にね、ジャニースヤンキー、涙ボロボロです。本物聞いてるわけ。密接的な話ですよ。でも僕あまりの感動で帰るとき明日のチケットも買って帰って、一回行ったんですけど。もう一つの思い出はブルーノートで、本当最後のでしたけど、まあ、最後もう一個聞いて帰ろうと思って、あのブルーノートなんて5000ぐらいなんですよ。普通も3000ぐらいであの消えちゃうんで、まあ、日本だともっとしますけど。で入ってみたらなんかずっといい奥の方でなんか男みたいな声を歌ってる人がいて、であの黒人だったから奥暗いし分かんないんですよ。でちゃんとお席に座って聴いていたら、あれスカート入ってるじゃん、パンフレットのサラボンヌ、サラボンヌなんていう話だろう。さすがニューヨーク、ね、もう多分その1年2年後にもなって最後の花火だった。あれが一番有名。